がざわざ変や。見た感じどこにもドルファの影も香りもありゃしねえな。ドルファの香りって何よ。香水じゃあるまいし、まだ入り口だもの。もう少し先に進みましょう。行きますわよ、キュイ。行きますわ。はあ、えい、ほっ、動かないで。次測らせてもらおう。クラガ、わびて。いい感じだ。やらせてもらう。だあ、だあれ。ガンモード。寝てろ。邪魔すんなっての。お前はピアニストのキザ野郎。またお会いしましたね。よかった。あれからあなたたちのご無事を祈っていたんです。私も祈っておりましたわ。またお目にかかれますように。私もなんや、気に食わんやつやな。カッコつけおってだろう。よし、シャルマン勝負だ。ちょっとファング、うるわしのシャルマン様に喧嘩売ろうっての。そうです、控えなさいファングさん。うるせえ、黙ってろ。こいつだってフェンサーだ。フューリーを探しに来たんだろ。だったら勝負するのが当たり前じゃねえか。いいじゃない、シャルマン様なら差し上げれば。あんたが持ってるよりよっぽど有意義だわね、シャルマン様。ありがとう。君たちの行為は忘れません。できれば僕もこの剣を血で汚したくはない。そうはいくか。てめえなんかに渡すかよ。フューリーは俺のもんだ。さすがだな、おっしゃる通り。こんな奴に渡すぐらいなら豚にくれてやった方がマシや。あ、こら。ようこそ、お待ちしておりました。ドルファに敵対するフェンサーたちよ。誰だお前。地獄への案内人ですよ。奥でアポローネスがあなたたちを待っています。そこでドルファ四天王の私とアポローネスがお相手しましょう。四天王が二人もかよ。ガルド、この裏切り者。ドルファに盾つく者がどうなるか思い知らせてやる。そういう脅し文句はあまり好きじゃありません。覚えていますか。お久しぶりです。あのパーティー以来ですね。シャルマン、なぜあなたが。あらら、なんだか一人多いみたいね。しかも凄腕のフェンサーが。どうする。まあいい、いいかい君たち。私も相手をしようと思ったが、アポローネス一人で十分だ。アポローネスがまとめて君たちの相手をします。このドルファに弓引くノラフェンサーどもめ。アポローネスはすんげえ強えんだぞ。お前らなんて一人にりだ。さあついてきたまえ。さあアポローネスよ、ドルファに逆らう愚かなこいつらに制裁を加えてやれ。来たか、ドルファの敵。そして我が魂と共鳴する者たちよ。お前がアポローネスか。お前ザンクより強いんだろ。いかにも、私はアポローネス、ドルファ四天王の一人。あのようなゲスな者と一緒にするな。さあ戦え、私に喜びを与えろ。いでよセグロ。片付ける。
覚悟を。やらせてもらう。アタックエフェクト。フレイマーサル。まさか。まさか。まさか。やりゃ。やがり。こんな。バリーナ。役者が違う。こいつ。すげえ強え。ファンさん。やれ。とどめだ、アポローネス。何しやがる。誰が助けてくれと言った。失礼、あの女性たちの悲しむ顔を見たくないので。どなたが相手かしら。ほら終わりですわね。いうことだな。それがあなたの罪に対する。うそー。あ、アポローネスが負けた。ああ、どうする。次はパイダが戦う。言うな。こんな時はまずは会社に連絡だ。逃げろ。まだだ。まだ勝負はついていない。我が命の一撃、受け止めてみろ。剣に生きた者は剣に死ぬ。さらば。頑張りましたね。君がアポローネスを倒したんだ。このヒューリーは君のものです。当たり前だろ。なんでいちいち上から目線なんだよ。大体なんだよ。さっきは勝手に助けやがって。俺は一人でも十分に勝てたんだ。覚えておけよ。てめえのおかげじゃないからな。それは失礼しました。気に触ったのなら謝ります。どうかお許しください。よし、分かりゃいいんだ。分かりゃ。何偉そうに。ファングってば。シャルマン様がいなかったら今頃あの世行きよ。まったく分かってないんだから。